こんにちは。開発が進む豊洲ウォーターフロントでオープンした都市型リゾートホテルで大人気なのは豪華な朝食です。朝から豊洲市場の新鮮な魚介類を思う存分楽しむのはいかがでしょうか。行くわよ。東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ市場前駅です。前回満足の夜泣きそば、立派な天然温泉やサウナからの今日は評価の高い朝食編です。夜泣きそば、温泉設備、悲惨な釣りについてなどはぜひ前回の動画も見てね。ではもう一度入場から。ゴー！ラビスタ東京ベイ。朝食会場はフロントカウンターの先。夜泣きそばと同じレストラン、サチです。朝食は当面の間宿泊者のみの実施。6時30分から9時30分最終入場9時、食い日により変更となる場合がございますとのことです。夜泣きそばの時よりドーンと窓なしスペースも開放されて広い。8時頃には行列が絶えなくなり、はっきり言って雰囲気は大騒ぎ。お品書きがあります。海の幸はイクラと本日のお造り。とても混んでいる。行くわよ。ドリンクサーバーよりどりみどり。リンゴジュース、ザクロス、お湯と煎茶のポット、ティーバッグ、ダージリン、ピーチ、アップル、コーヒー、コーヒーマシーンは調整中。牛乳、チョコクリスピー、コーンフレーク、フルーツグラノーラ、ふりかけ3種類、パトココンベアトースター、パンオレ、パンオショコラ、クロワッサン、食パン、バター、ジャム、マーマレード、ブルーベリー、ストロベリー、もう一ブロック、クロワッサン、食パン、パンオレ、パンオショコラ、パトココンベアトースターも2台目。いろいろなお醤油をご用意しています。ぜひお試しくださいと。こんなに試せるかーい。おすすめはかき醤油、コクがありそう。いろいろ試してみたいけど、鮭、サバ、焼き物コーナーに椎茸は珍しい、豚バラ大根、8杯豆腐、肉じゃが、肉シューマイ、さらし、さつまいも、アスパラ、バルサミコマヨネーズ、ミネストローネ、カレー、福神漬け、ご飯ロボ、日の光、秋田小町、しじみ味噌汁、つみれ汁、味噌汁、カレーやスープはついでいただきます。どうも。蒸し鶏、ラー油、桜エビの卵焼き、鶏ごぼう、きんぴら、ひじき煮、水菜のおひたし、イカとタケノコの木の芽あえ、季節のものもあってすごいな。納豆、温泉卵、うどん、そば、揚げ玉、わかめ、とろろ、わさび、ネギ、温かいだし、ちくわ磯辺揚げ、エビ天ぷら、キスの天ぷら、おろし生姜、天つゆ、大根おろし、和風ハンバーグの照り焼きソース、小松菜、ベーコン、卵のソテー、アサリとしめじのトマトパスタ、桜二色流し、グリーンピースのフラン、レタス、紫キャベツ、トマト、モッツァレラチーズ、生ハムのサラダ、人参、ラペ、ツナ、マカロニアーモンド、キュウリ、ポテトサラダ、ロメインレタス、オレンジ、レッドチコリのサラダ、ドレッシング、フレンチ、和風、ごま、ハム3種類、リオナ、サラミ、チキン、厚切りベーコン、粗挽きソーセージ、オクラとヤングコーンのソテー、ポテトのミートグラタン、ローストチキンと彩り野菜のハニーマスタード、シーフード、ズッキーニ、パプリカ、粒マスタード、ケチャップ、梅干し、つぼ漬け、きゅうり漬け、桜大根、そしてメインの海鮮コーナー、イクラはマシと鮭の2種類、タイ、甘エビ、ビンチョウマグロ、小柱、サーモン、カラメルソース、プリン、チョコレートケーキ、
ミルクレープ、レアチーズケーキ、フルーツポンチヨーグルト、洋風シルコ、杏仁豆腐、洋風シルコ、杏仁豆腐、ドライフルーツ、フロストシュガー、わらび餅、オレンジ、パイナップル、メロン、持ってきました。とりあえずこの辺、つむれ汁、季節の小鉢、ウォーターフロントで丼にしました。大好きな海苔をかけて、おいしそう。ではでは、いただきます。おいしい。わーい、どんどん食べる。お刺身が上質、おいしい。つみれ汁はついでいただいたけど、少なめって言えばよかった。量が多い。養殖意識で持ってきました。とにかく種類が多い。ミネストローネ熱々、おいしい。麺も食べたいので、急遽天ぷらはそばに投入する。とろろも入れてきました。おいしい。キスは早く自分で釣りたいぞ。デザートを持ってきました。フルーツプリン、ヨーグルトにフルーツポンチ、ケーキとわらび餅。どうしても1種類ずつは食べたいよね。ミルクレープ、おすすめ。定番のヨーグルトでさらにカロリー補給。目の前の有明フラッグは2020年東京五輪の選手村を転用するマンション。やっぱり最後にキラキラ海鮮丼をもう一回食べてもいいですか？やっぱり最高。朝ごはんを食べるためにお泊まりする価値あると思います。混んでいるけどね。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ、また来てね。ありがとうございます。いいねとチャンネル登録お願いします。